ちの学校がねすごい勉強に特化したね学校なのかもしれない。優秀のさエリートが通う学校なのかもしれないけど、ペコーランのさペコーランドの学校はさ平凡だったから、もうさ校庭でわちゃわちゃわちゃって遊んで、もうわちゃわちゃわちゃって遊んで学校で勉強ちょびっとしてね、友達ん家に行ってゲームして、もうそんな学校だったからいやそうじゃねえの、普通そうじゃねえペコーランド。小学校でそんなめちゃめちゃ勉強した記憶ないペコだけどな。読書してた、えらい。あれペコーだね、中学校の頃の苦痛な時間教えてあげよっか。朝の読書の時間苦痛だったね、あれもう大嫌いペコだった。もうその時ってか、もうその時のペコーラもう字がズワーって書いてある、もう何て言うの、小説が苦手すぎて朝の読書の時間がもう苦痛すぎて、もう何がこれ何の時間ペコずっと思って、先生にうさらさん、はい、読んでないでしょって言われて、本面白くないって言われて、ちょっとあんまり苦手なんですって言ってば、なんか先生がおすすめの本をなんかあの貸してくれて、それがねおついちさんの小説で、そっかなちょっと読んだらおついさんの小説はめちゃくそ面白くて読んでた。そう、それはね先生にありがたいと思った。いい先生だったよ。いやそれまでペコも何読んでたのってレベルだもん。だって本忘れてきた時教科書読んでたから、教科書ね読んでたのペコーラは教科書は勉強になりますペコですからって、先生にあれ、さらさん、はい、今日は本忘れちゃったのって、あ、教科書しかなくてもう教科書があれば何でもいいペコだから、やばい、ちょっと待って、ペコーラは早く仲間を探しに行かなきゃいけないペコだよ。こんなねペコーラのね学生時代の話なんてどうでもいいペコなんだよ。それじゃ仲間を探しに行こう。あ、でもさ、あえてさ歴史変えて小説出そうかな。タイトル勇者だけど歴史変えちゃっていいですかっていうタイトルで売れると思う？小説書こうかな。そしたら売れるかもしれないな。ユグノアの歴史を変えてみたっつって。いや売れるでしょ、ユグノアの歴史を変えてみちゃったみたいな感じで。